こんにちは、お肉です。今回はなんと NiziU のまやちゃんのサイン会のレポを最後ですねをしていこうと思います。ということでね、やっとになります。皆さん遅くなりましてすいません。はい、ということでまやちゃんのサイン会なんですけど、ハトリスのねサイン会のレポなんですが、もうねめっちゃ最高だったんですよね。だけどいろいろなんかやりすぎて、なんかどうまとめたらいいか分かんなくて結局遅くなっちゃったんですけど、あの今回あのまやちゃんにはもちろんいろいろ持ってったし、もうほんといろいろあったし、なんかもう何、いつもこのサイン会のレポの時にメンバーごとにいろいろしてくれたのとか載せてるんですけど、もうまやちゃん最高にしてくれてんの。だからそこも最後にまとめてるんで、ちょっと楽しく見ていただければな、ちょっと最後まで楽しくなってます。ということで今回サイン会のレポをまずさせていただくんですが、まず今回持ってったものに関してなんですけど、まずまやちゃんにすんごいお姫様みたいな可愛いねその飾りがあったんで、それをちょっと買ってそれを持ってったのと、あとまやちゃんがカワウソ好きじゃないですか。なのでカワウソの大きいぬいぐるみを持ってったんですよ。でそのカワウソのぬいぐるみをあの韓国のテレビ番組風に撮った動画があるんで、それを見てください。はい、という感じでね、こんな感じで持ってったんですけど、まずサインだな、サインからちょっと見てもらおうと思います。サインもどうぞ。はい、ということでまやちゃんのサインを見せようと思います。はい、ということでまやちゃんのサインなんですけど、私がね書いてほしいところに書いてくれたんですけど、まやちゃんのサインがこんな感じです。見えるかな、トゥーお肉さん、めっちゃ可愛くない、もうこれやばくない。ちょっと待って、よく見て、もうこれ大事すぎ、ハートもついてこんな感じでめっちゃ可愛く描いてくれてます。やばいでしょ、ここのページ。やっぱまやちゃんにね一番ぴったりなページなんじゃないかなと思ったので描いてもらいました。はい、ということでね、早速サイン会行こうと思うんですけど、これ最後が結構やばかったんですけど、まずまやちゃんの最初のところをちょっと見ていただこうと思います。どうぞ。でこの後にあの私がね活動ね全部サイン会は行けなかったんですけど、その佐野区事前収録に関しては全部行きたいと思ってたんで、全部行きますっていう風にまやちゃんに宣言したところがもう超可愛すぎてやばかったんで、ちょっと見てもらおうと思います。どうぞ。はい、という感じなんですけど、まだ韓国デビューしたばっかりだし、その日本の方もどれだけいけるか分かんないなって思った中で、もう毎日そのまやちゃんのペンが一人でもいるんだよっていうのをやっぱ伝えたかったっていうところを今回言えてよかったなっていうのを思いました。でその後にまやちゃんから言ってくれた言葉がねもっと嬉しかったんですよ。なのでちょっとそこも見ていただこうと思います。どうぞ。どうですか？もう本当嬉しい。今回ねこのまやちゃんに会うまでにファンミーティングがあって、その後に事前収録があって、で最後にサイン会みたいな感じで結構忙しい、この日が活動の最初の日だったんですごい忙しかったんですけど、この時にまやちゃんがその一番最初に私が一番ね前の列だったんで見つけてくれたんですよ。でまやちゃんがあーみたいにやってくれたんですけど、それがねこちらになります。はい、みたいな感じで、やっぱねそのまやちゃん自身も心強かったって言ってくれたんですよ。やっぱこういうこと言ってくれると、あ、オタクしてよかったなっていう風に本当に思うんですけど、で最後にまやちゃんからある提案をしてくれたんですよ。でそれがねもう信じられないほど嬉しかったんですよ。なのでちょっと最後にそこを見ていただこうと思います。どうぞ。どうですか？めっちゃ可愛いでしょ？なんかもうこんなまやちゃんから言ってくれると思わなくって、私もはぁーみたいな感じになりすぎてやばいんですけど、
こんなの提案してくれるの本当に嬉しくてさ、しかもね本当にこれ次の日事前収録だから、そのやってる場面とかはないんですけど、事前収録でね私を見つけた時にってやってくれたんですよ。感動じゃない。もうなんかもうそれだけで本当に素敵な子だなと思って、まあ、今回の活動でって言ってたから次の活動ではしてくれるかわからないんですけど、またまやちゃんと話せたらちょっとしてほしいなって思うし、もう愛たっぷりなの、もう超いい子なの、もう本当にいい子すぎてさ、なんかもう毎回さ、あまやちゃんって本当にいい子だ、やばい可愛いって思う毎日なんですけど、まやちゃんからやっぱこうやって言ってくれると本当にありがたいなと思ったし、今いつこれを思い出してもまやちゃんのことずっと推し続けたいなって思えるような、そんなサイン会でした。これからも次もね活動で会えたら会ってくるので、そこも楽しみにしてほしいですし、皆さんの感想もちょっとコメントにたくさん書いていただきたいなと思います。そして最後まやちゃんのね、そのたくさんいろいろしてくれたのもちょっと載せるんですけど、それも最高だったんで、はい、ちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。リクエストかってます。お届けします。